クルバ付きのゴメトニクルブリエカは、クロアチアの都市リエカを本拠地とするサッカークラブチーム。1904年に CS オリンピアとして設立されました。その後、死を襲った政治と政権の激動の中で、彼は何度か名前を変更することを余儀なくされ、1995年に民主的なクロアチアを設立した時に、クラブは現在の名前を受け取りました。 過去10年間でクロアチアで2番目に成功したサッカークラブです。NK リエカは2017年にクロアチアのチャンピオンタイトルを1回獲得し、7回の準優勝を果たしました。彼は8つのナショナルカップ、2つのユーゴスラビアカップと6つのクロアチアカップ、1つのクロアチアサッカースーパーカップを獲得し、バルカンカップは1978年に優勝しました。 HNK リエカの最大のライバルは、アドリア界のダービーが演じるスプリットのハイドゥク、ザグレブのディナモ、プーラのイストリア、そして街のライバルであるオリエントリエカのチームです。1906から1926、1904年、リエカで、クラブスポルティボーリンピアは、テニスローン、サッカー、水泳、サイクリング、陸上競技、ボクシング。クラブは、ミトロビッチ兄弟、カルロコルシ、 アントニオ・マーチック、アリストデモ・サスメル、アゲシラオス・サッティによって設立され、最初の本部は、今日のリエカ臨床病院の入り口にあるブラジダに、ありました。したがって、この日付は、HNK リエカの正式な始まりとみなされ、このクラブはクロアチアで最も古くから活動している、サッカークラブになっています。市内やその周辺の他の多くのクラブとは異なり、 ディエカのすべての主要な民族グループの代表者が並んで遊んで働いているため、最初から多文化でした。イタリア人、クロアチア人、ハンガリー人、ドイツ人。最初の年のクラブの色は白黒でした。1907年には早くも、オリンピアがアトレティコマドリードから、市のメインクラブの役割を引き継ぎ、1912年に設立された労働者クラブであるドリアクラブを含む、 他の多くの新参者がすぐにクラブに加わりました。1918年1月9日、オリンピア自体は以前のイタリア語の元のギリシャ語の形式にちなんでオリンピアと改名しました。オリンピアとグロリアはすぐに街の最大のライバルになりました。前者は社会のより裕福な層の代表として、後者は労働者階級の代表としてです。 リジェカ氏の最初のトーナメントでの成功とジュリアン・クラジナのチャンピオンシップも来ています。この最初の成功した時代を通して、クラブは初めて白いジャージを着ています同時に、1920年にリエカで有名なイタリアのスポーツ紋章であるスクデットが作成されました。この時、ダンヌジのイタリア軍の選抜が、オリンピアが最大の役割を果たしたリエカ代表チームと、 親善試合を行いました。選手、当時、日本の海春吉も、リエカで重要な役割を果たしました。当時、市の代表チームと、その最高の選手は、妊娠中の代表チームとして、そして、市の強力なサッカー代表に対する地元の願いの、実現として何度か登場しました。1926から1943リエカは1924年に、 イタリアによって一方的に併合され、ムッソリーニが主張したフィグックの再編成では、州レベルで都市を代表する強力なサッカーチームを作成するために、既存のクラブを全ての主要都市に統合する必要がありました。2年間の抵抗の後、オリンピアとグロリアは1926年9月2日に、リエカのサッカー部門で最高の選手を集めた。 いくつかのスポーツ部門を持つスポーツ協会であるサッカークラブニオネスポルティーバフィューマナに統合されました。ピエトロ・パスクアリがクラブの会長になりました。クラブは2年後のイタリアのセリエ A でもプレーしました。そのおかげでアンブロシアナ、ユベントス、ナポリなどの最大のイタリアのクラブがカントリダスタジアムにゲストとして参加しました。 1935年に改装されたカントリーダのオープニングでフィウマナはローマを主催しました。そして1941年6月、フィウマナは新しく結成されたイタリアのセリエ C のチャンピオンになりました。1943から1954、ナチスからの都市の解放とその後の1947年までの都市上でのユーゴスラビア陸軍軍事政権の設立後、 そして、パリでの平和会議中のリエカの将来の位置が不確実であったため独立した地位にユーゴスラビア連邦リーグの初半までの移行後の年に市内の軍当局はまたリエカのクラブがイタリアのリーグに参加して以来行われていなかった地元のチャンピオンシップを返しました。その際、チャンピオンシップは近くのリスニャクさんでパーティザンアクションで殺されたフィウマナ。 序盤にマラスのパフォーマンスのキャプテンと記録保持者に、ちなんで名付けられました。マラスのパルチザン運動と彼のチームメイトのほとんどに、近いにもかかわらず、新政府は、フィウマナを、全政権の望ましくない象徴とみなし、戦後の非公式のリエカシティカップ序盤にマラス45で、他の都市クラブと競争することを許可しませんでしたマイナス46。年、ね、そのため、 1945年に、ディエカ代表チームが、US フューマなブランドの代わりにプレーし、その後、クラブは次のユーゴスラビア選手権での将来の、ライバルであるディナモザグレブ、アカデミチャルザグレブ、メタラックベオグラードとの全ての試合に勝ちました。ユーゴスラビアの新しい共産党当局の法令により、ユーゴスラビアの既存の全てのスポーツクラブは、代わりに、 一般的なスポーツクラブを活性化するために1945年に閉鎖されました。フィルマナは占領地域であるジュリアン・クラジナのゾーンビーの領域にあったため、ユーゴスラビアの他のすべてのクラブとは異なり、その法令によって正式に閉鎖されることはありませんでしたが、当局は強制しました。非公式の名前でプレーすること。リエカ代表チーム。 古いクラブブランドの協調表示の禁止は、クロアチアとユーゴスラビアのほぼすべてのクラブ、特に前の国の大会に参加したクラブや、プロレタリア的ではないクラブ、例えばグラドゥンスキー、HK、シーバリア、ハズドバカ、オフックベルグレード、NK コペル、バージャ、ハーツゴバック、ヘルメス、その他多数。その後、ディエカは、1945年と1946年の、 シーズン中にユーゴスラビアの連邦選手権がまだ開催されていない間、新しく形成された各共和国で地元の選手権に出場したため、将来の偉大なライバルと当時最高のユーゴスラビアクラブとの友好的な決闘で会いました。ディエカはすべてのホームマッチで勝利しました。ザグレブのディナモが4の2、アカデミチャルザグレブが7から2、メタラックベオグラードが2から0です。 1946年、市は、クラブの新しい名前とブランドを正式に決定しました。したがって、クラブは、米国ではなく、イタリア語と、クロアチア語のバイリンガル名を取得します。ソサイトカルチュラフィズカカルネロ、スポーツアソシエーションクバーナーフィュマネ。彼はすぐに、米国のほとんどの選手、マネージャー、ファンからアプローチを受けました。フィュマネ、そしてクラブは、 カントリダスタジアムでプレーを続けています。シティクラブの新しいブランドのアイデアは、シティスポーツの役員で元フィューマナマネージャーのエトーレ・マッチエリと古いクラブ名が、ベオグラード当局に受け入れられないことを知っていた他の元フィューマナメンバーのグループの提案で考案されました。博士は新大統領に任命された、ルージ・ゾジック。SCF クアルネロは、ホームで、 ハイドクスプリトとの最初の試合を行い、ペトロニとノリのゴールで2ラレーで勝利しました。クラブは、新しい州の他のクラブと同様に、いくつかのスポーツセクションが追加されていますが、ボクシング、フェンシング、バスケットボール、テニスなどの様々な分野で優れた結果を、達成しているのはわずか11です。国際テニスチャンピオンのウルランドシローラは、クバルネルに亡命する前にキャリアをスタートさせました。 1946年9月、クラブは、プラで、ユニオンスポルティバ・オペライアと、プレーオフを行い、チャンピオンシップでジュリアン・クラジナのゲスト代表になった、あと、ユーゴスラビアリーグの初版に参加しました。しかし、プロパガンダの目標のためにシーズンを、ディエカのニイシタで終えたポンツヤーノを支持し、プッシュするという政治的決定のために、年末に彼はリーグから脱落しました。 トリエステのユーゴスラビアサッカーへの関心を維持する必要がありました。1948年9月21日、スターリンとティトーの分裂に伴い、ユーゴスラビア、したがって1947年に正式にスフリーの一部となったリエカ事態で、スポーツ社会の新たな再編成が行われました。このように、スポーツ協会は再びもっぱら、サッカークラブになり、その結果、 今度は、クラブカルシオクアルネロ、サッカークラブクバルネルに、再び名前を変更しました。クラブは、ユーゴスラビアサッカーの第2リーグと第3リーグで様々な結果を出し続けており、ディエカの地元住民の民族浄化のために、人口の多くが故郷を離れ始めているため、今後10年間でより悪い結果を達成しています。サッカーチームは、クラブと州を去っていた。 当時の彼の最高の選手の多くを失います。1954から1991、1954年、トレース的器をめぐる国際的な緊張と共産主義当局による都市のバイリンガリズムの突然の廃止、そして都市自体により結びついたブランドを作りたいという願望の中で自治体はクラブの名前を NK リエッカに変更しました。この新しい名前で、 クラブは準々決勝に到達し、ヨーロッパカップの8回目の決勝に到達すると、国内及びヨーロッパの大会で最大の成功を収めることができます。1986年のシーズン、リエカはミトローパカップで3位を獲得し、SK シグマオロモークに勝利しました。クラブは1958年にファーストリーグに復帰し、1969年に ユーゴスラビアのセカンドリーグに降格するまで11シーズン連続で最高ランクを維持しました。ディエカは第2層で4シーズンで1位に終わったにもかかわらず、第1リーグのプレーオフで3回失敗したため、1974年まで再び進歩しませんでした。それ以来、クラブは1991年にユーゴスラビアが解散するまで、 最初のリーグに止まり、様々な結果をもたらしました。その期間のクラブの最大の成功は、1978年と1979年の2つのユーゴスラビアカップのタイトルでした。リエカは1987年にカップの準優勝者でもあり、ペナルティを受けて決勝に敗れた。クラブはユーゴスラビアのファーストリーグで4位を超えることは、 ありませんでしたが、1984年に最初のタイトルに近づき、ゴールの違いにより再び4位になりましたが、レッドスターの勝者に2ポイント差で終了しました。リエカはまた、1965年、1984年、1987年のいくつかの機会に、ユーゴスラビアのファーストリーグで最高の位置にあるクロアチアのクラブでした。 1991年現在、クロアチアの新しい州では、1991年以来、リエカは常に HNL のトップでフィニッシュしています。1995年、クロアチアの祖国戦争中に、国内のほとんどのサッカークラブと同様に、NK リエカは、クロアチアのサッカークラブリエカに名前を最後に変更しました。特に2017年が1位。 1999年、2006年、2014年、2018年が2位、2004年、2009年、2013年が3位であった。1998、99、シーズンチャンピオンズリーグの最後の試合で物議を醸した裁判で HNK リエカは最初のタイトルを失いました。 チャンピオンシップの最終ラウンドの最後の数分で、オシエクに対する HNK リエカの通常のゴールは無効になり、リエカはオシエクを破ってチャンピオンになりました。リエカは2005年、2006年にクロアチアで、そしてユーゴスラビアで数回、クロアチアチャンピオンの称号を争いました。HNK リエカはクロアチアの三大クラブの一つであり、 1974年以来、リエカが常に最初のリーグでプレーしていること、5つのナショナルカップ、1つのスーパーカップ、そして数多くのヨーロッパでの成功によって確認されています。2004、05シーズン、リジェカは17ゴールで、ファースト HNL のトミスラフエルツェグの最高得点を記録しました。レオンベンコは、2012、13全国選手権の 最高得点者でした。前週のリーグではチャンピオンシップの最高得点者は1981年に26得点を挙げたミランダドビッチでした。2012年1月ソーシャルスポートファウンデーションの所有者でもあるイタリアの企業家ゲーブリオレベルパイが HNK ィエカの70%の所有権を引き継ぐことが合意されました。理事家氏は 残りの30%の株式の所有者であり、現在までにその株式の一部を他のすべての利害関係者に公に提供するという以前に発表された義務を果たしていません。ボルピーはその後次のシーズンにセリエ B へのエントリーを獲得したイタリアのサッカークラブラスペツヤの所有者であり、水球クラブのプロレッコとプリモリエの所有者でもありました。 ディエカは2016、17シーズンのクロアチアチャンピオンのトロフィーを獲得しました。2017年5月21日にチバリアを破り、最後の5試合は2017年5月27日に行われました。そのシーズン、ディエカはまた第4回クロアチアサッカーカップで優勝し、歴史的なダブルクラウンを達成しました。2017年ソーシャルスポーツは、 NK リエーカの株式を元クラブ会長のダムルミスコビック、ティネルミテッドの家族会社に売却しました。それ以来、リエカは2019年と2020年に、さらに2つのクロアチアサッカーカップのタイトルを獲得し、2018年と2019年のチャンピオンシップで2位になりました。名前の変更、中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、 十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。